オルトクレクズによる妨害もなくなり、龍谷の砂時計によるクラスアップを無事終えた直文たち。一方、女王ミレリアは勇者たちを招いて祝賀会を催す。しかし真の目的は別にあった。勇者たち一同にミレリアは重々しく告げる。極めて重要なことです。次回勇者会議。今度こそごちそう一緒に食べられますよね、直文様。